未開みかん族の柑橘類の一つ。1935年に、大分県津久美市場、青江の果樹園で、川の豊かによって選抜、育成された、夏代々の枝変わり種である。甘夏代々、甘夏みかん、甘夏か略して甘夏などとも呼ばれる。果樹果実は夏代々に比べて減産が早いため、酸味が少なく、糖度が高い。生殖や加工品。 ポン酢に用いられるほか、サラダの材料にもなる。1950年に品種登録された後に1955年頃より増殖が進められ、1965年頃からは夏、代々からの更新が進んだ。しかし、1971年のグレープフルーツ輸入自由開放生産量は減少傾向にある。うんしゅうみかんとは、 自然交配が起こり、雲州みかんに種子が混ざるため、川の夏大大産地は、雲州みかん産地を兼ねていないことが多い。2014年現在、出荷量は、鹿児島県が主位で、熊本県、愛媛県、和歌山県と続く。熊本県の足北地方では、戦後の1949年から栽培が始まった。また、高度経済成長期の頃、 周辺海域の汚染によって漁ができなくなった、漁業従事者らの代替産業として広まった経緯がある。ありがとうございます。